大杉里沙、1971年3月4日帯は、新潟放送のラジオパーソナリティ、フリーアナウンサー、愛称りっちゃん、新潟県新津市出身、新潟清涼女子短期大学幼児教育科卒業、新潟放送のラジオ中継者、スナッピーの、レポーターオーディションを経て1994年春、同社に契約社員として、佐藤千佳子と共に入社、愛称、 りっちゃんは、当時同社ラジオパーソナリティの鍵とミトーるが命名。ラジオ、鍵とミトールの Go, Go, パラダイス、ハロー、ジャンボサタデーなどでパーソナリティ、レポーターを務めるなど、主にラジオを中心に、BSN の各番組でパーソナリティ、ナビゲーターなどを歴任した。平日朝の情報番組、モーニングカフェのパーソナリティ、近藤武康の独占。 ご機嫌アワーで、ジャパネット高田ラジオショッピングのナビゲーターを務めていた。ご機嫌アワーではなぜか、あの味方とあがめ立て祭られており、メインパーソナリティの近藤を竹安から熱狂的に、崇拝されている。大の猫好きで、ステンコ保護のボランティア活動にも、精力的である。またサイクリングは、趣味と実益を兼ねる行きで、スポニチサドロングライド212は、 1> 第1回から参加している。夫は、新潟市のコミュニティ FM 局、FM 県討でナビゲーターを務め、かつ、同社の取締役放送局長を務める泉里氏。2011年4月から、オフィシャルブログ、福島、浪江町からやってきた猫キキちゃんの避難日記を解説。2012年4月26日、第一子となる長男を出産。二千十三年現在は、 育児と並行してフリーアナウンサーとして BSN の番組リポーターを務め4月には産休を終え再び BSN のラジオパーソナリティに復帰した特筆しない限り BSN ラジオありがとうございます